どうもこんにちは、こんばんは、いわです。稲妻イレブン GO2 クロノストーン、前回の次からやっていこうと思います。はい、ということで、前回時空最強イレブンと地上最強イレブンのミキシマックスした動画がなんと合わせて18万回再生されました。本当にありがとうございます。いや、ここまで再生されるとは本当に思いませんでした。ということで、今回その第2弾やっていこうと思います。前回の動画にね、リクエストもあった旧ライモンイレブンと新生ライモンイレブンの、新旧ライモンイレブンのミキシマックスやっていこうと思います。はい、ということでね、まあ、前回の動画にもリクエストあったのですが、まあ新旧ライモンイレブン、天魔時代のライモンとエンド時代のライモンのミキシマックスでございます。まあ前回の動画でね、キリノには風丸だろうとか、ニシキには染岡だろうとかコメントがちょくちょく見かけたんですが、それは今回やっていきたいと思います。では対戦ルートは、歴戦の対戦ルートのチームオーガと戦っていきたいと思います。オペレーションオーガ実行部隊オーガ戦っていきたいと思います。チームレベル80ということでなかなか強いです、相手は。で、今回使っていくのはライモン伝説のウェアにしております。一応チームレベル91です。では早速やっていきましょう。さあ、今回使うライモンフォーメーションこんな感じでございます。早速選手情報見ていきましょう。はい、ということで、フォーメーションネオデスゾーン、監督クラークワンダーバットを使っております。まあキーパー遠藤君、ミキシマックス三国、いや、やっぱりね、遠藤三国、この二人ね、なんだかんだ言ってなんとベストマッチでございます。いや、ベストマッチといったら結構姿が変わるで有名なんですが、まあキャッチがなんと469まで上がって、ブライハンドバニンキャッチレッドダイス覚えます。いやね、これ遠藤三国なかなか面白い姿になっているのでご期待ください。ではディフェンス、栗松哲平と西園慎介のミキシマックス、こんな感じです。カットビディフェンス、無限ズハンド、まあ一応タイタニアス覚えているんですが、まあ栗松自体決心使えないので、まあタイタニアス出せません。キャッチ上がってブロック上がるんで、まあディフェンスとしてはなかなかの強さになるんじゃないのかな。じゃあ次、アスカドモン、ドモンアスカですね。ミキシマックス、カリアということで、ハンターズネット、まあね、属性林属性で相性いいのと、ブロッカー310まで上がるということで、まあね、ドモンもディープジャングル覚えてるんで、いやいや結構強いと思うよ。じゃあディフェンスの要って言ったら、もう壁山ヘイゴロでしょう。まあ壁山と言ったらミキシマックス天木しかいません。まあ一応アトランティスボールとパワーブロックなんですけど、アトランティスボールなんと壁山が G2 のアトランティスボール持っているので、まあまあ実質スキルパワーブロックだけかな。次、風丸一郎対ミキシマックスキリノ、いやもう前回あったよ。うん、いや風丸は一応地上最強イレブンじゃないので、キリノとミキシマックスさせなかったんですか。まあこの2人もベストマッチでございます。なかなか姿変わりますよ、この2人も。いや、ミッドフィルダー松野空介、ミキシマックス浜野ということで、まあここも属性を意識した感じのミキシマックスですね。続いて一ノ瀬和也、ミキシマックス振動ということで、いや振動は軌道じゃないのかとコメントがあると思うんですけど、いや今回ね、ちょっとね、ミキシマックスベストマッチを結構気にしてミキシマックスしているので、軌道くんはまた別の方とミキシマックスしておりますってことで、ステータスこんな感じ。ドリブルが308まで上がって、テクニック、スピード、キックも結構高くなります。まあコテピンギン3号覚えるので、まあぜひとも使っていきたいところです。では続いて、少林寺歩、少林は速水とミキシマックスしております。スピード、ドリブルが上がります。04ジグザグスパークですね、技で覚えるのは。木戸優とミキシマックス影山ということで、なんとここの2人ベストマッチでございます。ミキシマックス、いや素晴らしいほど変わるよ、マジで。誰かわからないぐらい変わる。ちょっと引くかもしれない、木戸ファンの方は。まあこんな感じです。皇帝ペンギン2号、エクステンドゾーン覚えます。キック278、ドリブル280ということで、まあ本当に強い選手になるのかな。しかも木戸がラストデスゾーンも覚えているので、まあ使っていきたいところですね。では続いて、ソメオカリウゴ、ミキシマックス錦龍馬ということで、まあここは指定コンビのミキシマックスでございます。ここもベストマッチです。伝来宝刀渾身覚えて、キック33、ドリブル224まで上がります。いや、キックは333まで上がるってことで本当に強いです。では高円寺修也、ミキシマックス剣ということで、まあここは安定ですかね。キックは404まで上がり、牽制ランスロット、デスソード、ファイアトレーナー、ダブルドライブ覚えます。まあまあまあ、ここはストライカーとしてね、結構強くなるんじゃないでしょうか。でね、ゴインジにツバメ返しも覚えさせたんで、ドリブルもいい感じです。ではベンチメンバー、さっさっさと見ていきましょう。影の陣は車田先輩とミキシマックス、半田真一はなんと天馬とミキシマックスで、メガネかけるは青山とミキシマックス。なんとメガネミキシマックスったら、ラッキーが245まで上がります。で、シシドは一野とミキシマックスしてあります。で、今回ね、なんかちょっと僕は勝手に気に入ってるだけなんですけど、シャドウとクラマミキシマックスしてあります。まあね、シャドウね、ダークエクソ
ガスを覚えてて、まあミキシマックスするとなんとキックが482まで上がり、まあこの今回のライモン111キック高いです。まあね、ここダークエクソダスとシャイニングドラゴンあるということはちょっとお察しください。後半使っていきたいと思います。ではライモン11こんな感じ、オーガ見ていきましょう。強い、なんかめっちゃ攻撃型だね。セイクリッドということで、おー、バタップがディメンションストーム、なるほど。で古代の牙、デスソード、デスドロップ、サウザンドアロー、ほうほうほう。でザコメル、ザンデがグラビティポイントとかか、まあブロックプラス20は関係ないかな。でザンデ、こいつらが栄光のシューズグローブ系をちょっと装備してるのがちょっとイライラするんですけど、お前ら栄光って感じじゃないと思うんですけど、まあなかなか強いですね。見た感じ普通に強いと思います。やっていきましょう。ではキックオフ、さあさあさあ、もう早速ミキシマックス発動させていきましょう。もう一発目染岡かましていこう。錦、いやどうよこれ、いや誰って感じだよね。ゴリゴリになって上り竜、めっちゃごつくなってますわ誰だよ本当に。もうライオン、ライオンみたいなんだけど。おっと、ミキストラス相手発動させてきた。誰にしようかな。では一ノ瀬振動のミキストラスやっていきましょう。いやね、この一ノ瀬振動のミキスマックス割と好きだよ。なんかちょっと鋼色、鋼色、灰色、鋼色ってなんかめっちゃかっこよくない？まあ色になったのですが、クリティカルを出していく。ギリギリ前に近づいて撃っていく。ここはもうアームドさせて伝来砲塔撃っていけ。スキルで上がり907、強いんじゃない？これいけるべ！うえい、まず1点。いい感じ。では勝利早見ミキシトランス。いや、どこ変わったの？マジでどこ変わったの？この2人どこが違うでしょうって言われたらちょっと答えられないよ。さあさあさあ、魔人グレイト発動させていき、ここクリマツ、ナイス、やるやん、お前やるやん。ってことで、じゃあ振動1のせ、振動1のせ持って、ここ強い、その突破は強いね。ではここプレストターンで、あ、いや、オリンポスハーモニーで、ナイス。いや強いね、いいね。ではこのままシュートまで持ち込むか、打っていけ。では今回せっかく固定ペンギン3号覚えているので打っていきましょう。起動がいるのにもかかわらず指笛は1乗せ。ってことでギガバイトスクリュー、相性はいいが相手は消し技、まあ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 、まあ、どんまいどんまい。ではもう早速見ていきましょうか。風丸キリノのミキシマックスベストマッチです。使っていこう。いや誰なんか身長高くなるし固め隠れるし誰って感じなんですけど、本当にミキストランス相手も使ってきた。じゃあもうここが対抗すべく遠藤三国ベストマッチでございます。ミキストランス使っていきましょう。いや三国の兄さん、いや三国の兄さんだろこれ完全にこれこれ遠藤のバンダナも意識しつつ髪の毛はブロッコリー、完璧すぎるこの組み合わせ。もう三国の兄さんだろこれ完全に。グレイトザハンド、いいや強い、いいや強い、さすがだ、さすがだ。いやディープミスト系使っていきたい。おっと打ってきたか。じゃあここアームドしてもう使っていこうか。いけ、バーニングキャッチ、さあ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 。
いや、バーニングキャッチで600出るって異常よ、マジで。いや、もうこれスピード速いんで、風丸で攻めていきましょう、封じの前。いや、いいね。いや、割とかっこええな。お、大根じゃ、大根の髪型してる大根だ。ってことで、撃ってこい。ここはもうブライハンド使ってっちゃうよ。ブライハンド、威力160。あれ、あれ、かっこいい。あれ、かっこいい。あのブライハンドがかっこいい。あのブライハンドがかっこいいだと、な、バカな。エンド戻れ、早く。待って。おーっと、ここで、よーし、使っていきましょうか。ここはどっちにしよう。もう、ここはキリノらしくディープミストで。よし。あれ、かっこよくない？なんか、メンドスさんにちょっと赤っぽかったよね。いや、割と好きだな。シャドウのミキシマックス。クラマ先輩、これ割と似合っているので、ご期待ください。よくない？これ。よくない？好きなんだけど、俺。おーっと、ミキシマックス溶けてしまった。ミキシマックスじゃないですね。消しですね。ってことで、ここで。で、タクティクス使っていっちゃうよ、グランドラスター。じゃあ一回ドロータイム使ってシャドウを思いっきし上げて一回下げたいけど、おっと、待って、下げる前、これ突破で生きるはず。ナイス。で、遠藤に下げて、影の、いや、壁山先取る。で、影のこれ取ってよ、先。オッケー、ナイス。いや、危ねえ、ナイス。それはナイスすぎる、マジで。おっと、ではここでもう化身使えるんで合体させていきましょう。では今回はね、シャドウをメインで合体させていきたいと思います。いけ、合体。いや、バリかっこよすぎない？え、バリかっこよくないか？ちょっと待て。じゃあ、これ一回マックス下げて前。オッケー！これでかい！よしよしよし！これどうしようかな？これアームドして技なんかあるよね？これはアームドするしかない。うん、アームドしていこう。アクロバットキープ。いや、トータルパワー危ねえってか、かっけえ、シャドウのアースアームド。これはかっけえ。ってことで、今回ね、シャドウなど刹那ブースト持っております。ここちょっとサイドワインダー使っていきたいんですけどね、動画的には。いや、もうここは刹那ブースト使うしかねえ。使っていこう。では1枠空いてるので、機動と影山、これベストマッチです。ご期待ください。なんと目が4つに増えました。機動くん、なんとゴーグル付きの目が4つに増えました。俺はこれ初めて見た時さ、ちょっとさすがに引いたよね。いや、ダサくねって。よし、このまま攻めていきましょう。機動くん渡して、ワンツーつなげて、もう一個に中入れて、このまま打っていきましょう。ではもう機動と言ったら、もうエクステンドゾーン、ラストデスゾーン、皇帝ペンギン2号と、まあ盛りだくさんなんですけど、ここはもう皇帝ペンギン2号使っていきたいと思います。ピューピー。では強引に剣のミキシマックス発動させていきましょう。なんかさ、なんか違うんだよね。うん、なんかもうちょっとかっこよくできなかったかなって俺毎回思っちゃうんだけど、ここの二人は。ってことで、アームドしつつ剣と強引にしつったら、もうファイアトレードダブルドライブしかないでしょう。はい、強い。1210、強い。これ止められないべ。ナイス。どなに、貴様やるな。では、メガネ青山。
ここも肌が白くなっただけってことで、いけメガネ、お前を待っていた最強イレブン波動。薬病神が発動されていく。いやー、まあどんまい、これは無理でしょさすがに。いや試合終了か。いや毎度毎度見れないキャラが多すぎる。ということで、では見れてないキャラクターのミキシマックス見ていきましょうか。ってことでね、今の試合で見れなかったキャラクターたちのミキシマックス見ていきましょう。ではこの BGM いいね。ではもうここもう天馬が使われないってもうなかなかだと思うんですけど、天馬ハンダのミキシマックス使っていこう。いやチャラくなっただけじゃねえかハンダお前よ。高校生になったハンダみたいな感じかな、茶髪にしてなお前。強すぎる何があった、ハンダが覚醒してしまった。ってことで風穴ドライブ。続いて天城亀山、では続いて影の車ダミキストランスしていこう。もう完全に陰と陽のミキシマックスだよね。もうなんかもう完全にイケイケの車田先輩とは真逆の影野のミキシマックス。続いてちびっこコンビしんすけとクリマスのミキシマックス使っていこう。なんかより栗に近づいたなお前、より栗の色に近づいたな。続いてドモンカリアのミキシマックス。はい、ということでどうでしたでしょうか。僕が忘れてなかったらこれで全部見れたと思います。もし忘れていたキャラがいたらすいません、コメント欄で教えてください、申し訳ないです。はい、ということで今回どうでしたでしょうか。この動画ね、もし好評でしたらね、まあエンド、まあ天馬版の方もやっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひよろしくお願いいたします。バイバイ。